種市から早速打っています。ライト方向ちょっと詰まった打球か。ライトただそれでも伸びる。フェンスまで行く。ワンバウンドでフェンスに当たりました。柳田2塁向かいます。ツーアウトからソフトバンク柳田がツーベースで出塁です。3試合連続のヒットです。柳田レフトへの打球、これはヒットになります。セカンドランナーはサードをストップになりました。塁が埋まります。柳田悠岐がこれで4試合連続ヒットとなるシングルヒット、これは詰まっています。これは詰まって落ちそうですがセンター前、西川春樹の前にファイターズを相手に打ち上げました。打球はレフトの後方。柳田の打球はただ伸びていきますが、おお入った。これぞ柳田の力、しかも技術もいっぱい詰まったホームランでした。7試合ぶりの第4号ツーランホームラン。すぐさま同点に追いつきました。グッと見逃す時の多いバッターなんですけど、はい、すくい上げた打球はライトの後方だ。高い弧を描いてスタンドに消えていきました。柳田2試合連続第5号のホームラン、ツーランホームランになりました。ペッパー君も万歳しています。低めの球を逆方向、左中間伸びていく、入った。ツーアウトランナーなしが柳田悠岐、ライナーで左中間テラス席へ持っていきました。今シーズンの第8号のホームラン。いますよね。ここも引きつけてライトの前に持っていきました。連打です。いや今もポイントかなり近かったと思うんですが、それをライト前詰まらせには行ってるんですけど、はい、1点ビハインドホークス。3球目レフト方向の打球が前にどうだ。レフト取っていますが弾んでいます。弾んでいます。ヒットです。シュートをホームに帰って同点。バウンドを突っ込んでボール弾んでいました。ワンバウンド。今のはランナー走れないですよね。セカンドランナーはまあね、それ以上というところはいけませんし、大体打球が上がってライナー伸びていってどうだ。フェンスに当たった。シュートは三塁回ってホームに帰ってきます。バックホームされました。ホームイン。バッターランナー柳田は一塁間挟まれた。清宮を追ってこれはタッチアウト。柳田上回っています。低め止めた。柳田は行けるのか。フェンスに当たった。一戦なんだ。そして一塁蹴って三塁へ。柳田当たりを過ぎてシングルですが、一戦安打達成です。いやライトの動きに少し戸惑いましたね、はい、うまくボールを見送ったというか。ライトに向かってインサイドフェアです。弾いた後一塁はどうでしょうか。銀次から送球は記録はヒットがつきました。よく銀次も反応してましたが記録はヒット。インサイド柳田今日2本目のヒット。そしてセカンド伺って止まっています。この柳田が松本さん、あのインサイドのこれ逆球になってレフトが出てきますか。その前先頭バッターが出ました。柳田ヒットです。3番の柳田からです。初球からいきます。この当たりがセンターの前に落ちました。柳田は一塁をまたところでストップ。今日もヒットを放ちました柳田です。詰まった当たりですがセカンドとライトの前。セカンド追いかけていきましたが取れませんでした。そしてライトの前に打ちました。詰まりながらも柳田がヒットで出塁しています。何でしょうかね、はい、いいバッターというのはどうしてこうヒットゾーンに球が落ちるんですかね。そうですね、対応しているように見えて手がつけられない状態なんじゃないですかねと話しています。ポツンと幕引くのこれ当てていきました。センター前ヒット。これもちょっと片手気味に最後投げましたがこれをヒットにしました。15球目インサイドだ。インサイド打った。
相掛孝太のライトスタンドへ一振りで決めました。第15号ワンチャン生かしました。引っ張っていった、高い打球、かなり高い打球、なんとそのままスタンドまで行きました。ゲームと2安打ずつ、3週間にヒットになります。こういうことができるんですよね、うまく変化球合わせていきました。先頭バッターが出ました。ナイス振っていく中で、これ見逃せばボール球ですけれども、はい、ヒットにしました。捉えるんですからね、はい、ある程度こう見極めに走るとストレートは打ち損じるんですけどもね。柳田悠岐は1、2塁間を抜いていきます。スライダーですよね。1、2塁間、詰まった打球、ただショート後方、レフト前に入れてくる、間に落ちました。リランナーは三塁へ、最後ヘッドスライディング、そして柳田二塁を狙った、二塁セーフだ。ここは思わず手を両手を捉えた柳田、ライトへ柳田、完璧です。ツーランホームラン、ダメ押しの一撃になりました。柳田勇気、柳田追い込まれた、ワンツー当てて1、2塁間破った、柳田のタイムリー出た、1対1の同点、ルーキー滝中、ここで勝利投手消えました。酒井、1点のリード、滝中スタメンに戻ってきました。柳田初球を押しました。ショートの後方、センターの前に弾んでいきました。ありますよね。そうですね、はい、これも拾いました。柳田今日3安打です。押していい感じじゃないですよね、バッティングのスイング、初球攻撃、右中間を落ちました。相藤さん、はい、何かストライクゾーン早いカウントから打って出ているような感じもしますが、この回は柳田から詰まったあたりでショート内野安打になります。まあ三塁線はフェアになってしまった。さあこれは一塁ランナー二塁から三塁向かっていく、今クッションボールを取っている。ここで打ちに来ました。右寄りに守ってました。セーフです。記録はヒット、サードへの内野安打。柳田氏とかなり指名を打っていました。内野陣です。逆方向、これはレフトの前にヒットになりました。柳田がワンアウトから出塁です。今から先制点。さあそしてこれはライトの前に落ちると、ミリラノの中村は三塁を回ったところで止まりました。大島さんの2割9分9厘というのは球団1位だったんですね。あ、これもライトへ転がっていく。一塁ランナー三塁に進んでいきました。柳田ヒット1本、打率上昇、ノーアウトランナー一三塁。そういう話をしている時にね、このやっぱりこれ打ち方、これもう片手離してます。うまくバットを出してレフトの前にボールを弾む。ここは柳田の技ありのヒット。あ、最後にちょっと高めに抜けてきたスライダーですかね、はい、ですね。やっぱりこうバットコントロールがね、柳田選手この追い込む打球は右中間だ。飛び出してシュートホームイン。中村も2塁3塁を回ったところで止まります。バッターランナー柳田はセカンドへタイムリーツーベース。柳田を追い込んで、うーん、これもレフト方向に今度はシングルヒット。今日4安打固め打ち。
止まりません。すごいですね。まあ、ツーシーム速くてレフトへの強い打球、レフト前どうですか、横にフェアに落ちました。長打になりそうです。柳田悠岐はセカンド、そしてファーストランナー中村はサードストップ。ヒットとツーベースヒットで二塁三塁、ラインギリギリ残っています。まあ、今はうまく取りましたけど、はい、ちょっとボールが動いてきましたが、かかってこれは伸びるか、入るか、入るか、入りました。テラス席に入りました。逆方向へのホームラン、柳田悠岐ダメ押し点、まあ、聞いたらですね、なかなか28号のホームラン、考えるわけですからね。古い球ちょっと待って打ったんですが、これレフトへ伸びていきました。これベースまで届いています。これもよく届きました。ツーベース、おとといがね、今度から打ち崩してホームランしていますが、今もなんかそのタイミングを外されて、フルカウントです。速いテンポ当てるだけになりました。ここはショート鳥谷ランニングスロー、送球されました。引っ張った当たりライトへ、シュートはサブを回る、ボールは返ってこない。鮮やかな先制ホークス、柳田にタイムリー、いや見事な先制攻撃になりました。一球で打ち取れるか、レフトが深かった、落ちます。詰まりながらも柳さん、今日最初の打席はストレートのフォアボールでした。レフトへの当たり、入りました、ホームラン。合わせただけのバッティングのように見えました。しかし打球は伸びていった、スタンドまで届きました。柳田今シーズンの第29号のホームランです。